ケプラー 186AF は地球から582光年離れた赤色矮星系ヘプラー186を周回する太陽系外惑星である。ケプラー 186AF は太陽以外の恒星のハビタブルゾーン内において初めて発見された地球に近いサイズの惑星である。アメリカ航空宇宙局のケプラー探査機のトランジット法による観測により 内側の他の4つの惑星と同時に発見された。この発見には3年にわたる観測結果の分析が必要であった。発見は2014年3月19日のカンファレンスにて初めて公開され、メディアにいくらか詳細が報告された。その後4月17日に科学史サイエンスにて完全に公開された。ケプラー探査機による観測の当初、 この構成形は、ケプラーインプットカタログの番号で識別されていた。観測が進み、惑星を持つ可能性が指摘されて、以降は、ケプラーオブジェクトオブインタレストの番号が割り当てられた。そのため、構成ケプラー186は当初キック812608と呼ばれており、次いで濃い571とされていた。 ケプラー 186AF も発見が正式に確認される前の2013年当時は、この命名規則に基づき濃いマイナス571から05や、濃いマイナス571.05と呼ばれていた。この惑星の構成から得られる物理的特徴は、トランジットによる構成高度の変化からしか導けない。惑星と構成の半径比は0.021であることが求められており、 この日から半径は地球の1.11014倍、体積が1.37倍であることが分かっている。質量に関しては密度と半径から求めることができるが、この惑星を構成する物質によって密度が変化するため、取り得る範囲は広い。例えば密度が大きく、岩石からなる地球型惑星や密度の小さい海洋惑星などがある。しかし、 半径が 1.5R 未満であることから、大気は水素、逆に 1.5R よりも大きい場合は、大気が熱くなり、居住可能性が低くなる可能性がある。水素やヘリウムの量が少ないのは、赤色矮星は、生涯において若い頃に、多量の極端紫外線を放出し、惑星の初期の大気は、恒星から紫外線による光蒸発の影響を受け、 水素やヘリウムが大量に損失した可能性があるからである。質量は推定では 0.32m から 3.77m の範囲で、下限は、素性が水や氷100%の時、上限は鉄100%の時の計算であり、かなり極端である。素性を地球に似せて鉄が1、3、計算しようが2、3と仮定し、半径を 1.11R とし、 地球よりも大気圧が大きいことを考慮すると、質量は 1.44m と見積もられている。ケプラー 186F の平行温度は180。この惑星の主星はスペクトル型 M の主系列星で、質量は 0.544m、半径は 0.523r である。表面温度は 3755k、年齢は太陽よりも6億年、若く。 40億歳である。恒星の死闘級は14.62で、肉眼では見えない。ケプラー 186AF は太陽の20分の1程度しか光を発していない。恒星、ケプラー186の周囲を129.9日で、降転しており、軌道長半径も 0.356AU と水星と近い軌道をとっている。 ケプラー186系のハビタブルゾーンは控えめに、見積もっても 0.23au から 0.46au の間だと推定されており、この範囲は恒星から受ける高度が地球が受けている高度の25%から88%の場所に相当する。しかし、ケプラー 186af は地球の32%程度しか受けておらず、 このゾーンの外側の端に近いため太陽系の火星と同じ位置づけになると考えられている。ケプラー 186AF が受ける主星からの放射は2007年に発見されたクリーゼ 581D に類似している。太陽系と比較したケプラー186系、ケプラー 186AF はハビタブルゾーンにあるもののその事実は 居住可能であることを保証しているわけではなく、まだ詳細が分かっていない大気の性質などによって変わりうる。これは、ケプラー 186AF が望遠鏡で直接観測を行うためには遠すぎるからであり、次世代の宇宙望遠鏡、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡でも不可能とされる。惑星の気発性物質が窒素二酸化炭素、 水だけで雲を考えない単純な気候のモデルでは、窒素の分圧が10バールの状態で0.5バールの2、酸化炭素が0の場合で5バールの2酸化炭素が存在していれば、表面温度を 273K を上回る。ケプラー 186K では、2020年現在、ケプラー 186F の他に、BCDE の4つの惑星が発見されている。 これらの惑星はいずれも、より主星に近い軌道を周回しており、液体の水を保持するには厚すぎる条件にある。主星の重力から生じる、超積力により、内側の4惑星で時点と光点の動期が発生していることはほぼ間違いないと考えられている。しかし、より遠く超積力の小さいケプラー 186F においては、 惑星形成から自転と公転が同期するまでの十分な時間が経過していない可能性もある。赤色矮星は誕生後の変化が小さく、ケプラー186系の年齢を求めるのは難しいが、おそらく数十億年以上は経過しているだろうと推測されている。最近の研究結果では40億年であるとも報告されている。自転と公転が同期しているかは大雑把に。 半々ぐらいの確率であるが、地球と太陽との距離よりも近いことから、地球よりも時点が遅いことはまず間違いない。ケプラー 186AF の赤道傾斜角は極めて小さく、これは地球のような季節を持たないことを意味する。軌道は円軌道に近く、火星のような楕円軌道に由来する気候の変化を持つこともない。しかし、 もしトランジット法では観測できない未発見の惑星がケプラー 186F と E の間にあれば地球のような大きな傾斜角を持つ可能性も提示されている。2015年にはケプラー4 4 2 b ット、ケプラー 62F と共に居住するのに最適な惑星としての候補となった。2018年には気候は地球と似ている。 可能性があるとする研究もあった。NASA のケプラー 186AF の探査計画へのポスターセティ協会の地球外地的生命体探査において2014年4月17日、アレンテレスコープアレイがケプラー 186K から1ヶ月もの間放射線を検出した。この1ヶ月間には、系外惑星を起因とする信号は発見されなかったが、検出可能であるため、 全方向に東方的に放射しているか、そうでなかったら地球に優先的に放射したか不明だが、この信号は荒れしぼ天問題が発する信号の10倍もの強さであった。さらにセティはこれをクラウドソーシング化し、セティリーブとして解説し、決定的ではなかったが ATA からは電波雑音の兆候が報告された。セティの有名な企画にはセティホームもあるが、 ケプラーの観測対象天体は、セティホームの観測対象外であった。後のグリーンバンク望遠鏡による調査でも、ケプラー 186AF は対象外であった。ケプラー186は500光年以上離れた構成であるため、信号は何年も前に発されたものである。ケプラー 186AF は582光年。 離れた構成であるため現代の技術でも次世代の技術でも質量や大気の状況を特定するのは非常に困難である。しかし、ケプラー 186AF の発見はハビタブルゾーンに位置する地球型惑星の発見としては革新的である。探査機ケプラーは特定の地域しか探査を行っていないため次世代のトランジット系外惑星探索衛星や キープスなどによる全方向への探査に期待がかかっている。その他、指導が間もなくやってくるジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡や地上の望遠鏡による大気の分析、質量の特定、蘇生の推定も将来行われる。また、スクエアキロメートルアレイはこれまでのアレシボ天問題やグリーンバンク望遠鏡を超え、電波観測を行うと考えられている。 ケプラー 186AF の発見以前にも、いくつかの地球に近いサイズの太陽系外惑星が、ハビタブルゾーン内に発見されている。こうした惑星のうち最も小さかったのが、地球の1.4倍の半径を持つケヘプラー 62F だが、球の体積は、半径の3乗となるため、1.4倍でも、その体積は地球の2.74倍にもなってしまっていた。 地球と同じ素性と仮定した場合、その質量ははるかに大きなものとなり、これは惑星の構成物質が大きな圧力を受けることを意味していた。太陽に似た恒星のハビタブルゾーンにおける地球サイズの惑星の大気の進化の研究によると、半径が地球の0.8倍から1.15倍の範囲のサイズであれば、惑星形成の初期において、 大量の水素を吹き飛ばすのに十分小さく、かつその後に地球のような大気を保持するのに十分大きいとされている。ありがとうございます。